こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。昨日は、お出かけでしたね。そうだね。久しぶり。うん、まあ急遽というかね。うん。うん、風邪ひいてたから出れなかったりな、予定が入ったりして、うん、なかなかうまくいってたね。イベントにね、イベントというか個展、うん、写真展、うん、ね。うん、いつの間にやらもう最終日になったからさ。そう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 。慌てて2人出かけたんだね、うんうん。そうだね。うん。うん、まず高円寺行きました。鉛筆の精密画家って細密画家、細密画家、うん、なあ、梶原さんの、はい、誠さんのなあ、まあ、あの人とは、あゆみ先生ってところで、そうか、鴻巣でお会いしたのかな、うん、それで、うん、あれ、キヨが絵描いてもらったの。そうそう、あのキヨも描いてもらって、キヨも描いてもらったのか、うん、あ、うん、そうだね、うん、でそれがご縁でね、うん、この間のあれ感謝祭でもお会いしたの。そう去年のあゆみさんだからな、ないらっしゃって、うん、そうだね、うん、で今年は個展をね、うん、するっていうんで、うん、でお邪魔してきたんだよね、うん、うん、なんだろうね、あんな風にさ、うん、絵が描ける、絵で描けるっていうのはさ、うん、人の顔とかね、うん、まあ、馬もあったし、あと景色とかさ、うん、あれはすごいよね、あんな信じられないよね。そう、鉛筆一本でね描いてるのもあるし、うん、色鉛筆も加えてっていうのもあるし、うんうんうん、写真だよな、手で描く写真でも温かいよね、うん、なんか写真以上になんかいい景色だったよね。そうそうそう、あれ何なんだろうね。なあ、本当、うん、そうだよな、うん、うん、なんかほら夜のライトとかさ、うん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 、ね、自転車の、ね、後ろのライトね、うんうん、うん、反射板っていうのがあれが、うん、なんかね、あれがピカッと光ってるのがさ、うん、うん、ああいうのは写真では出せないんだろうな。どうなんだろうね、分かんない。私たちみたいにさ、ただもうスマホ向けてはいポーズってパチャって写真と違う写真、うん、なんか露出とかよく分かんないけどさ、うん、ああいうのをやったらこう切り取れる風景なのかもしれないけども。そうだよな、うん、だから、まあ、今の現代のね、うんうん、あれはどこだっけ、場所浅草のだっけ、下町だよな、うん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 、の光景なんだけどさ、うん、なんかこう昭和の時代を感じさせるようなな、なんか時間の流れもゆったりした感じで、うんうん、あったよな、うん、ああいうやっぱり写真を見ながら描くっつったけどね、うんうん、全く写真とは違うこうぬくもり深みみたいなものがあってね、でこう人の顔もさ、うん、ね、遠くから見てると本当は写真、これ写真だよね、うん、そんな感じするんだけど、白黒の写真かなと思って、近くから見るとさ、うん、きちんと描いてんだよね、そう一本一本のね、線でね、あれはすごいね、うん、ちょっと感動だったね、うん、何時間でもこう眺めてられるみたいなね、うん、そうだね、うん、うん、そうなんだよ、うんうん、まあああいう才能もがあるっていうことよ、うん、だから自分で彼はね、うん、漫画家やったっつったね、一番最初は、ね、漫画家やってて、だったっつったね、でそれからここにやってみたいと思ってやり始めたら、うん、やっぱりできるわけで、うん、人はやりたいと思うことっていうのはさ、うん、それは才能があるってことだな、よく言うよな、うん、だからなんかやっぱその種、うん、やりたいっていうかさ、うん、やるべきことっていうかさ、うんうん、なんかそういう体験しようと思ってることがさ、多分私たちいっぱいこう、うん、種というかさ、うん、それを持って生まれてきてんだよね。 それをいつの時代にこう花開かすか、そうそう、うん、でその種ってのはさ、すぐに花になるわけじゃないから、うんうん、な、その過程があるからさ、うん、その過程をこう我慢できるっていうことも必要だよな、うん、ああ、いきなり答え求めてもさ、うん、ああ、出ないことが多いからさ、うんうん、でもさ、たった1枚バーッと書いて、それでなんかあったじゃん、オリンピックでもさ、今まで生きてきた中で一番幸せって、わずかも18歳で、そう、岩崎陽子ちゃんな、ああいうようなバーンというかの花の開き方もあればさ、うんうん、もうずっといぶし銀のようにずっと舞台の俳優とかをやっていって、うん、本当にもうね、晩年になってから何かこうすごい名声を得るような、うん、名優さんというかさ、うん、そういう人がいたりさ、そうな、なんだろうね、うん、いやでもさ、多分さ、うん、エネルギーっていうところで見るとね、うん、やっぱりなんか満タンになってんだよ、うんうん、その花開く時期っていうのはね、だから、このエネルギーの溜め方がやっぱり違ったりするし、うん、溜まり方も違ったりする、うん、やっぱり長い時間かけて、うん、いっぱいにして、そこでポッと花咲かすとかもいれば、うん、
ブワーッと一気にこうさ、うん、エネルギー高めてという人もいるだろうし、うんうん、あるいは、2回探す人もいるわけじゃん。もちろんもちろんもちろん、若い頃はね、なんかでパッと、うん、で次違うものでパッと探す、そういう人もいるわけでしょ、うんうん、だからその何かこうエネルギーが溜まる器が違うのかもしれないし、うん、あるいはエネルギーをこう充電していく充電の仕方が違うのかもしれないし、うんうん、なでもやっぱり満タンにならないと咲かないのよ。うん、うん、そうだから、あのまだ半分しかないのにも咲かない、もうダメだって言っちゃうと、ここまで食べたのにもったいない、ね、うん、うん、だから信じたことをやり続けるというのはさ、うん、それが成功の秘訣だよ。そうそう、ひょっとしてそう、ひょっとしたらそれは違うかもしれないけど、これはもう仕方がないよ、うん、でもそれがなんかまた別の花を咲かせる何かになるかもしれない。そうそうそう、かもしれない。でもきちんとね、うん、そのやっぱり方向性っていうのをね、うん、修正してくれるものは必ず働くからさ、うん、うん、成功するのはやっぱり続けることなんです。そうなんだよね。だからそれはね、木村さんなんかもそうだよ。そう、ね、もう、うん、もうよくやったと思うよね。普通はできない、そんな十何年間本当にリンゴ一個もならないんだよ。そうよね。それをやり続けたからこそ、うん、やっぱり今のこの大きな動きが起こってきてるし、うんうん、またなおかつまだこれからも何か起こしていくだろうな。うん、うん、そう。そうよね。なあ、うん、それからあとね。佐藤初美先生のね、写真館の銀座ね、あの銀座のね、盛、うん、岡書店っていうね、うん、変わった本屋さん、うんうん、何坪ぐらいだろう、小さいとこなんでね、うん、看板もなかったような気がするけどね。あ、そう。で1週間に1冊、うん、1種類の本をね、うん、販売するという変わった本屋さんなんでね、うん、でそこでまあちょっとしたイベントも、だから今週は、初音先生のあの本をね、一冊、あの最後の本ね、あれ一種類だけは並べてやって、で写真展とのコラボでやるわけよね。ああいう形でやるんだよね。うん、結構話題になってて、遠くからもね、あのやってくる人もいるみたい、うんうん、だからちょっとした工夫なんだよね、うんうん、今ねほら本屋さんが売れないって言って、もう続々とこう街の本屋さんが潰れてってるんだよね、うんうんうん、そうだからさ、本当に、まあ、初音先生もさ、あの本当に心を込めたおむすび、うん、ね、本当人一個一個のおむすびにさ、エネルギーをこう本当込めて自分の真心でね、うん、持ってこう作るわけよ。だからそこで奇跡がこう起こってくるわけでさ、うん、やっぱりエネルギーってこう、集中していく必要があるんだよね。うん、うん、だからその本屋さんも一冊の本に集中するから、うん、なんか人がこう惹かれてくる、うん、でそんなたくさん狭いとこだからさ、うん、100人も200人も来られたら困るわけだから、うん、ね、だからそういう、樽を知る、うん、ね、うん、多ければいい、たくさん来ればいいっていうことじゃなくって、うん、うん、この、まあ、ある種身の丈じゃないけどさ、うん、このやり方でこれだけでこれで成功だっていう風なさ、うん、そんなことも必要なんだと思うんだよね、うんうん、でも面白いよねそういうことで。でも逆に言うとそういうことで食べていけるのってやっぱ羨ましいよね。そうだよね、うん、うん、そうだからそれでもさ、初音先生もさ、うん、本当に活動してあの人も別にお金儲けようなんて思ったりしないわけだよ、ね、で自分で、うん、でも自分でそういうスペースが欲しいなとかさ、うん、思うわけよ、うんうん、ね、でそれでこうところどころでこんなふうなことしたいんだって話をしてるとさ、うん、やっぱり自分彼女がやってることに対して、うん、非常にみんな感銘を受けたりとか、うんうん、信頼を持ったりして、うん、全てのものはもう寄付なんだよ。用意されてたね、うん、イスキアだって寄付してくれたんだからさ、そうだね、うん、だからそういうことが起こってくるのよ、うんうん、だから何を先にするのかっていうこと、うん、ね、お金があったらこうこうじゃなくてやっぱり何をやりたいかっていうことがさ、うん、すごい大事で、うんうん、それにこう必ず共鳴してくれる人がいるというふうなことさ、そうだね、うん、そういうそれ自分がこれをしたいとかやっぱり、うん、こう芯が固まるっていうかさ、そう軸足が定まるっていうかさ、うん、それはすごく大事なことなんだと思います。それとね、あと語る喋るっていうこと、うん、ね、ビリギャルの小林さやかちゃんが言ったけどさ、うん、彼女はなんかビリでさ、うん、慶応大学、うん、受けるっていうことをさ、うん、みんなに言ったっていうんだから、うん、とてもじゃなくてそんな偏差値30の時代よ、うん、その頃にもう慶応大学私を受けるんだ、慶応大学行くんだって言ってるんだから、うん、とみんな周りから馬鹿にされたり、ね、まあ、またジョーク言ってるよっていう感じなもんでさ、うん、受け取られるんだけどそれでも言い続けたっていうことが大事でさ、だからなんかやりたいことだったら言った方がいいね。それはあるかもね。な、うん、なんかほら
キエは結構あれ喋るんだよ。そうだね。だからカフェやりたい、うん、カフェやりたいって言ったら、なんかこう周りからさ、うんうんうん、例えばあの、今バイトしてるところのカフェの店長からさ、うん、いや、こんな面白いカフェあるから行ってみたらとかさ、そうだね、言われたって言ったね。いろいろこう、うん、言われるわけよ。うん。うん、なあ、あるいはもうキエちゃんみたいな子だったら、じゃあ、うちの後次に、後取ったね、うんうん、この店やってもらおうかなんて言ってくれるのもいるわけだしさ、うんうん、まあ、実現するともかくそうやってチャンスがどん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 と、うんうんうん、そうだね、来るわけだよね。行ってごらんとか、こんな面白いことがあるよとかさ、皆さんに教えてもらえてね、幸せなことだよね。だから言うことも大事なんだよね。うん、それはあるんですよ。ね、うん、まあいい一日だったよ。そうですね、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。